ヨハン・アントン・ロジー・フォン・ロージン・タールは、ボヘミアの貴族、リュート、バイオリン奏者及び作曲家。近時のアカティウス・カシミール・ヒュルゼに、リュートの手ほどきを受けたとされる。フランス語でコント・ドロジーとも呼ばれた。エルンスト・ゴッドリー・プ・バロンの著書ヒリシュ、テイ・ア・レーティシャ・ウント・プラクティス・キ・イン・ターズ・カング、デインストゥルメンツ・デア・ローテンに、名実ともにあたかもあらゆる楽器の中の女王と、 呼ばれるに恥じないものにまで高めたとあり、この時代のリュート音楽を完成させた。また、ドイツの巧妙なリュート奏者シルビウス・レオポルト・バイスは、彼の死に際して、ロジー・ハクの死に捧げるトンボを作曲している。作品の多くは、主公婦で現存するが、ドイツのリュート奏者、フィリップ・フランツル・サージュ・デ・リシェイのリュート曲集、キャビネット・でアロうテンには一曲だけロジーの作品が収録されている。 ありがとうございます。